想像がたい。今日ご紹介する作品はたかちゃんさんからのどうも桃太郎アルターティラミーゴライドモード。今回が舞台に参加するのはこの人たち。竜奏者アルターから盾と剣を外していきます。合体準備状況はこんな感じです。どうも桃太郎アルターに剣と盾を持たしていきます。竜奏者アルターにドモモタロウアルターをまたがらせます。完成。ドモモタロウアルターティラミンゴライドモード。前から見たところ、横から見たところ、後ろから見たところ、横から見たところ、ポーズを変えてもうワンシーン。ここは見てほしいポイント。劇中だとケンタウルスのような方法だったけれども、ティラミーゴの背中にまたがるようなイメージで作りました。いつもご視聴ありがとうございます。再現戦隊マサトシマエタチャンネルでは、あなたの考えたドンブラ創造合体を募集します。チェンジヒーローズシリーズを使った面白い合体遊びを僕たちに教えてください。いただいたアイデアはこのチャンネルでドンブラ創造合体シリーズとして展開させていただきます。全然五七五になってないよ。応募は動画説明欄にある投稿フォームからよろしくお願いします。今年は皆さんとチェンジヒーローズシリーズで楽しく遊んで盛り上がっていくぜ。皆様の応募お待ちしております。再現戦隊マサトシマエタの活動は、メンバーシップ加入の方々、チャンネル登録をしてくれてる方々、いつも動画を見てくださる多くの皆様の応援によって支えられています。ありがとう。もしかあの子が好きならば、てんてってん、よろしくお願いします。マエタでした。